やっと会えたね。つまらない大会を早く終わらせるためにもやろうか、僕。そうだね。さあ、僕らの炎を捧げよう。今は眠れるオロチの中へ。私の前でくだらない演技は必要ない。オロチ一族の悲願の第一歩のため、儀式を始めましょう。そうね、今はオロチ四天王の一角として全力を出させてもらうわね。私と精神を切り離し、オロチ復活のための精神力を集める。あの頃とは状況がまるで違うが、やるべきことは何一つ変わらない。ああ、肉体の俺と精神のお前、どっちが勝とうが望みは一つ。さあやろうぜ、一族の悲願を完成するために。